こんにちは、マスマンです、マイルチャンピオンシップの予想動画になります、枠番が発表になったんでね、予想馬券の予想を、したいと思います、僕が応援しているのはモズ・アスコットなんですけど、モズ・アスコットの応援とは別で、もし馬券を買うならこういう馬券を買いたいっていう、そういう動画になりますね。で、再三モズ・アスコット本命本命って今週ずっと別動画で言ってきたんですが、実は直前になって本命変えました。はい、ちょっと弱気になったというか、どうしてもこの馬、やっぱ馬券買うならこの馬強えなっていう馬がいるんでね、変えまして、その本命の馬は何かっていうのはちょっと動画の後半で、発表させていただきたいなと。2番手の馬から発表します。2番手はインディチャンプにしました。理由は詳しくはこの後申し上げますが、やっぱり毎日王冠のあのパフォーマンスが非常に素晴らしかったっていうのが理由ですね。3番手が、ダノン・キングリーか、モザースコットで迷ったんですが、モザースコットにしました。キングリーが何がダメだっていうわけじゃないんですけどね、やっぱりまあこの距離でね、すでに G1 勝っている。そしてね、非常に今回秋のこのローテーションがね、非常にいいんですよね。毎日王冠からスワンステークス、今回も中2周でね、感覚詰めてしっかり使えてきてるんで、連投で安田記念勝ったみたいに、この馬は好調時の多分このバロメーターっていうか、このバイオリズムが多分一回調子上がったら多分ずっと好調が多分長く続く馬だと思うんですね、僕ね。あのタワーオブロンドンみたいにね。なんで矢作調教師多分その辺しっかり掴んでいて、細かくね刻んで短い期間でガガガガガガッとね競馬使ってきました。もしかしたら阪神カップまで行くかもしれないって思ってるぐらいでね、まあ中間の調整費非常に良かったっていうところで、この馬さん3番手ですね。で僕一応本命の馬をまあ頂点にしまして、ワイド馬券でこうやってこういう風に買うんで、僕4頭選ぶんですよね。本命の馬から、モズ・アスコットのインディーチャンプの、まあ、僕ダノン・キングリーまで行こうかなと。キングリーはやっぱりちょっと無視できないかなっていう気がしまして、まあ、ちなみに ダノン・プレミアムはちょっと外したってことなんですね。でダノン・プレミアム外した理由は、この前のキングリー・プレミアムの動画でちょっとお話ししたんですけど、もう一回後で軽くおさらいいたします。はい、ですね、じゃあまずインディーチャンプですね。2番手評価のインディーチャンプ、なんでインディーチャンプなんだって言ったらですね、この馬実は僕あんまり評価してませんでした。直前まで動画を撮るにあたって一応過去のレースを見直したりとか、血統を見直したりとかですね、まあ、検証みたいな形でリサーチはするわけですね。完全に記憶だけで動画撮るのはそんなに毎回できなくて、実は完全に記憶だけで喋ってる回もあるわけなんですよ。この前のモズ・アスコットのね、心拍の時の話ね、マックイーンの心拍27だったみたいなね、確かあの方そう言ってたなっていう、もううろ覚えだけで喋ってる時もあるんですけど、今回はちゃんとまあリサーチして自分なりにしっかり整理し直した上で一応喋ってます。で安田記念を勝った時のレースの映像よりも、僕は前走の毎日王冠の3着の時の競馬の方を評価しました。で理由はね、3つ。まず58キロね、 G1 勝ってるんで筋量重いです、58キロ。そして、まあ、休み明けで、調教助手の方がね、今回動画出てますね、 YouTube でこう動画出てまして、前走はやっぱり休み明けなりの仕上がりだったかなっていうようなコメントでした。つまり多分気合い乗りがそこまでっていうことだと思うんですよ。実際その時ね、カメラがねインディーチャンプに寄っていくとね、耳絞ってすげえ威嚇してるんですよ。追い切った後に撮ってるらしくてね、やっぱガチガチに気合入ってるんですよね。なんでね、今回の方が間違いなく気合い乗りはいいみたいです。それは助手の方がコメントしてたんで、それはまあその方のコメントをまあ信じるってことを前提でね。なんで今回は58が57、前走よりも気合も乗ってると。そして1008もやっぱりうっすら1006に比べるとちょっと長いかなっていうコメントだったんで、今回はまあ自分のバトルフィールド得意な1006で走れるっていう、前走に比べるとやっぱりね、今回の方が G1 格は上がりますけども、条件は圧倒的に楽になるかなって僕は思いますね。で
前走58勝って、アイロリッドの 58.4 かなんかの結構いいペース、速いペースでしたよね。それを3番手ぐらいで追走して引っかかるっていうね、見直していただければ分かるんですけど、あれ福永騎手あれ多分ちょっと引っかかってますね。僕が見る限りあれ引っかかってると思いますね。なので58秒4のちょい3馬身後ろぐらいですから、59秒前後ぐらいのペースで行きたがるっていうね、それぐらいやっぱりもう持ってるスピード速いんですよね。本人はもっと速く走れるからもっと生かしてくれよっつってうーって行きたがるわけで、やっぱまあ前回はね3着ですが、いろいろやっぱり負ける要因はありましたね。58で重かった、気合い乗りも気合いもちょっと不足してた、そして引っかかった道中結構力んで走ってて引っかかった。それでも福永騎手 250m くらいまでね、仕掛けを限界まで我慢して、ステッキ入れたら意外とあららだったんですよね。もう前のアイロリッドもさせず、そして後ろからのキングリーに刺されてっていう感じでしたが、いやでもあのペースあの条件で前に行ってあれだけ粘るって強い馬じゃなきゃできないと思いますね。そう思うとインディチャンプ前走は超不利なデータでいっぱいあったけど3着に入ったっていうのはこれは弱いまではできんなと思って、それで僕は今回2番手評価にしました。でまあ福永騎手が乗れないっていうのは、ね、これも痛恨の極みですよね。ジャパンカップのね、まあ、ワグネリアンと含めて正直福永騎手が
JC もマイルチャンピオンシップもアウトってなった時点で多分陣営はもう相当ショックだったと思うんですよね。池江添騎手に乗り代わりで、おとなし調教師のコメント的にはね、まあ、過去にこのレース3勝してるジョッキーだし、その辺に期待かなみたいなコメントでしたけど、そのぐらいのフォローの仕方しかないですよね。池添騎手がダメだとかじゃなくて、どこどう切り取ったって福永騎手から誰にどう乗り代わってもプラスの要素ないですもんね。それぐらいやっぱインディーチャンプと僕、福永騎手は手が合ってたと思うし、おそらくインディーチャンプを応援されてるファンの方って、インディーチャンプと福永騎手はほぼセットだと思うんですよね。おそらく。なんで、まあ、ダノン・キングリーと戸崎騎手がやっぱワンセットって僕は思ってるけど、それに近いかな。なんで、まあ、ワグネリアンもそうね。ワグネリアン今回ジャパンカップ、ビューイック騎手で勝ってもね、半分しか嬉しくないね。でインディーチャンプも今回勝っても、ファンは多分半分しか嬉しくないんじゃないですか。やっぱ福永騎手で勝つとこ見たかったよっていうのは多分ね、ファンの本音だと思うし、僕もそう思う。ただまあ、池添騎手、この乗り換わりはプラスではないって言いましたけど、池添騎手がダメだとはそんなこと言ってないです。そうじゃなくて、やっぱ福永騎手との手は確実に合ってて、あのコンビが最高だったよねっていうことですね。まあちょっとマイナスポイントがあるんですけど、インディーチャンプ2番手で、3番手にちょっと降格になってしまったモザスコットですが、これ別動画ですげえ詳しく言ってるんで、もしご興味ある方はね、ちょっと、見ていただければ、出しとくんでね、最後のところの終了画面のところで、出しとくんで、そちら見ていただければと思うんですけど、何しろ、この馬を使ってよくなる馬だっていうのはほぼ間違いないです。で、矢作調教師もおそらくそういう風な意図で、今回秋ね、ここ3回目になるようにホップステップジャンプっていう、そういうローテーション組んでると思うんで、で、調教助手の方心臓良くなってきたっていうコメントあったみたいにね、確実に上向きな、それはほぼ間違いないんでね、スワンステークスのあのパフォーマンスから察するに、今回パフォーマンスが落ちるとはちょっと思えなくて、でフランケル3区っていうのも僕ちょっと気に入ってて、これでまあそういう理由もあってずっと本命だったんですけど、一番応援してますけど、まあ、ちょっと3番手の評価にしましたね。で、じゃあ本命なんだよっていう話なんですけど、これ悩んだんですけどね、やっぱりこの馬は無視できんっていう馬ですね、ダイアトニックですね。サムネイルに名前入れるかもしれないんで、最初からバレてたらすいません。だからこれダイアトニックはこれ無視できないですね。馬券買う以上この馬は多分無視できないんじゃないですか。これご視聴いただいてる方も多分ダイアトニック結構迷うんじゃないですか。何しろスワンステークスのパフォーマンスはすごかったですけど、その前が安土城ステークスですからね。いや、リステッド1個買って、スワンステークス買って、中2周でって、どうなんだって、本当に強いのかっていうところを迷うと思うんですけど、ウォーカー前走のスワンステークスの勝ち方を見る限り、この馬マジで強いなって思いました。何回も見直して、結果なんですけど、この馬強いなって、無視はもう絶対できないって思いました。で、何が強いって思ったその根拠、この馬の何が魅力的だったかっていうと、走りがね、まさかの去年の安田記念勝った G1 馬モズアスコットをですね、なんで、なんて言ったらいいんですかね、荒削りなまま差し切るっていうんですかね、完全に卒のない競馬で、もう 100% 以上の能力を、ね、で引き出して、もう 150% の競馬をして、そして G1 馬をね、なんとか差し切って大金星を掴んだっていう感じじゃないんですよね。もうあっちフラフラ、こっちフラフラで、とってもじゃないけど、スミオン騎手まともに終えてないんですよ。ステッキ4回ぐらい持ち替えてるんです、直線で。それはパトロールビデオを見ていただければ、誰でもお分かりになりますよ。映ってるんでね、外にバコーンって膨れてからステッキ持ち替えて、ダーンって言ったら、今度、うちにキューって切れてきて、また持ち替えてのっていうね、横からのね、ゴール決勝点手前の横一列のあのカメラだと、3頭横並びに見えるんですけど、そこに至るまでの過程がですね、まっすぐ伸びたモズアスコットとは違って、こう、そんな競馬したんですよね。なんで、まあ、スミオン騎手大変追いづらそうに見えました。うん、それでも結局最後鼻差すから、この人やっぱすごいんですよね。ただあの鼻差はまあ1キロ分ね、モズが57キロ、ね、ダイアトニック56キロ、1キロ分だっていう解釈もできるんで、前走はまあ1キロ分ちょっと恵まれたなっていう解釈ができなくもないです。ただ今回57キロ同金とはいえ、
前回1回使われて中2周でも完全にエンジンはもう孵化した状態ですよね。もう今もうアクセル踏めばバーンっていきなり出るような状態だと思うんですよね。そして住吉騎手でしょう。無視できないですよね。ちょっと無視できないです。この馬、ロードカナロー産駒でね。まあ、ちょっと、血統的にあんまり面白みはなくて、正直言って、フランケル産駒勝つ方がよっぽど面白いんですけど、あるいはね、ステイゴールド産駒からまた一頭ね、大物が出る方が、僕としては、ストーリーとしてはよっぽどそっちの方が面白くて、まあ、ディープインパクトと金亀の血統に飽きてるんでね。でも、またダノンキングリーは応援してますけど、まあ、正直、あんまり応援してない。ダイエトニック、僕あんまり応援してないんですけど、馬券的には外せないかなって思いました。パフォーマンスやっぱすごかった。荒削りのまま G1 馬差し切るっていうね。でも一番人気なんで、ファンの方はしっかりともう気づいてらっしゃったってことでね。僕だけ知らなかったわけなんですけど。ってことで、まあちょっと一番、まあ馬券はですね、ちょっと本命差し替えで、ダイエトニック本命。インディーチャンプ2番手、3番手に、モサスコットで、4番手にキングリーで、まあ頭からこういう流し馬券か、ね、流し馬券っていう感じにしたいなと思います。で、ダノンプレミアム外す理由は前走天皇賞秋激走、めちゃくちゃ、疲れたんじゃないっていうね、2000m58 キロ16頭立ての競馬やってね、アーモンドアイとか、あの辺相手に、まあ、明治の競馬やって、そっから中5周ぐらい空いてんだと思うんですけど、それでも、もしかしたら疲れ取れてないんじゃないかなとか思うと、前走ね、距離が短いスワンステークス、1004なんか使って中2周組の方が、ステップレースとしては理想的かなと。あるいは毎日王冠 1800m から、さらに間隔空けての方が、理想的かな。実は天皇賞秋、ね、2000m を激走してからのマイルチャンピオンシップって、意外とローテーション的にちょっときついかもしれんなと。ね、陣営がどんなにリカバリしても、ダノンプレミアム自身当然走れる状態にあるにしても、他の馬の方がもっといい体調でもっと走っちゃえば着順的には上行かれちゃうんで、ということでちょっとプレミアムをわざわざ切ってみましたね。勝たれたら勝たれたらもうごめんなさいって言うしかないですね。お前の予想外れたじゃねえかとか、今言われたこともありますけども、自分の意思で馬券買ってくださいね。なんか、僕は、競馬新聞の予想家の予想通りに馬券買ったことなんか人生で一回もないんで、なんかその、この人はこういう理由でこの馬を一番人気として扱ってるんだとか、そういう参考にしていただけると大変嬉しいんですけど、お前の言った通り馬券買って外れたじゃねえかっていうのは、それはまあ、自己責任ですからね。まあ、しかも100万円ぶっ込んだんだぞとか言われてもね、責任の取りようがないわけで、まあ、参考程度に聞いていただけたら、ね、まあ、この動画を見ていただいて、あ、そういう解釈もあるのか、あ、確かにそう言われると確かにそうだなとかね、なんかこう僕のこう発想とか着目に共感していただけたりとか、あるいはあ、そういう考え方もあんのかとかね。そういう風に参考にしていただければ非常に嬉しいんですが、さてさて、どうでしょうか。僕はもうなんやかんや言いつつ、モザスコットしか見えてませんので、モザスコットを超応援したいと思います。今週は、そんな感じです。あとは、あれか、ラインベック。2歳のね、重賞ありますよね。ラインベックが、こっちも福永騎手か。やれやれだぜ。本当に福永騎手のね、ちょっと乗り、騎乗停止痛いっすよね。2歳馬はやっぱり、調教とか過去に騎乗で手綱取ったジョッキーが引き続き乗ってくれた方がいいに決まってますからね。トースポ2歳ステークスを勝つことにあまり意味はないですよね。ビュー一角紙でいっぱいいっぱいの競馬して、そこで、ね、バキバキの競馬して、そこでガチガチに消耗されてもって思うし、そこの辺はやっぱり分かってるジョッキーに乗ってほしかったなっていうのが本当ありますので、これすっごい痛恨ですね。ラインベック福永騎手乗れないのは、誰が乗ったってダメです。やっぱ福永騎手に僕は乗ってほしかったですね。それは本当残念ですね。ということで、まあ、そっちの方ももしかしたらちょっと動画出すかもしれませんが、ラインベックね、どんな競馬するか、勝たなくてもいいです。勝たなくてもいい、将来性を感じさせてくれる競馬をしてくれたら嬉しいなと思ってます。はい、そんなとこです。ご視聴いただきましてどうもありがとうございます。バイ。